翔がわずかこの2年で世界の頂点を伺うまでに成長しました。優勝を果たし、世界選手権でも自己ベストを大きく更新しての銀メダルを獲得。表現力にもますます磨きをかけ、さらなる高みを目指します。本日は来シーズンのショートプログラムをご覧いただきましょう。 The 2017 World Championships Silver Medalist Shoma Uno。今シーズンの宇野昌磨のショートプログラム、ビバルディの四季より冬。4回転フリップ決まりました。トリプルアクセル、きれいに決まってますね。宇野昌磨さんでした。宇野昌磨の今シーズンのショートプログラムビバルディの四季という4回転決めてきましたね。そうですね、そして後半にジャンプを2つを持ってきていますので、はい、試合であるとやっぱり一番